さて、今回は早めに来てくれるだろうか、ショボーン。リビちゃんとのテクニックを想定して、まずは車掌さんと行くことにしました。下見も兼ねていますが、まずは楽しむところからですよね。車掌さんものんびり楽しんでくれると嬉しいです。シャボーン。これはまずい。
これは今回に捨てられたかな。多分、ペリカンは SS 他の所持してないと思うから。ペリカン交換するか。後で。ということで、今回のガチャはひどい結果になりました。この辺りで終わりますね。来場者数2名様来てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様。